God will never finish his work unfinished on the way. When you think it is unfinished, it indicates that your common sense is unfinished. God has left his essential and secret message in these paintings under the name of unfinished. In order to know the secret, we have to get out of that unfinished common sense right now. 神は決して自分の仕事を途中で未完成のまま終えません。もしあなたがそれは未完成であると思うなら、あなたの常識が未完成であるということになります。神は未完成という名のもとで、それらの絵画の中に神の重要かつ秘密のメッセージを残しました。その秘密を知るためには、まずあなたはその未完成の常識から抜け出なければなりません。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。未完成の対策、あるいは未完の対策と言われている絵画を4枚集めてみました。レオナルドの描いたセント・ジェロームです。そして東方三博士の礼拝の絵です。白抜きの部分があるため未完成と言われています。そしてミケランジェロの描いたマンチェスターの聖母です。埋葬と題されたこの絵もやはり白抜きの部分があります。つまり途中でこうした仕事を画家たちは投げ出したというのですが、本当にそうでしょうか。またそのように考えて片付けてしまって良いものなのでしょうか。これらの絵画は有機的に、つまり密接不可分につながっています。例えばダ・ヴィンチの描いた左上のセント・ジェロームの絵の中ではライオンの部分が白抜きになっています。そして右下のミケランジェロの描いた絵の中ではフンババが白抜きになっています。右上の東方三博士の礼拝の中と、そして左下の、マンチェスターの聖母の絵の中では人物が白抜きになっています。このように共通性を持って表現されているということです。もちろん、セント・ジェロームの絵と東方三博士の礼拝の絵にもその共通性が見られます。セント・ジェロームの絵の背景には61、すなわち11種ゲマトリアで神を意味する数字が隠し込まれています。そして東方三博士の礼拝の絵の中には131、つまり同じく11種ゲマトリアでイナンナを意味する数字が隠し込まれています。この絵では分かりにくいので、もう少し精細な絵で皆さんにご覧いただきます。聖ジェロームの絵です。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大し180度回転すると、そこに数字の61が現れてきます。この61は先にも言いましたが、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読すると神を意味する言葉であることがわかります。つまりこのような形で、レオナルドを通してですね、1500年後のイエスはここに描かれている人物は神であることを示しました。そして同じように東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。この赤枠で囲った部分に注意してください。そしてやはり180度回転すると、そこに131という数字が現れてきます。この131という数字と聖ジェロームの中に書かれている61という数字の書体が同じであるという点にも注意してください。131はユダヤのゲマトリアで解読すると
イナンナ、イナンナとなります。イナンナ・イシュタールのイナンナです。つまりここに描かれているマリアはイナンナであるということをこの数字が示しているということになります。言い換えると一見雑なようで未完成のように見える絵画ですが、その中にはこういう極めて重要なメッセージが残されているいたということになります。東方三博士の礼拝です。白抜きであるがゆえに未完成であるということになるわけですけども、ことはそんな簡単なことではありません。神は自分の仕事を未完成のまま、つまり中途半端なまま投げ出すようなことはしません。同じように花壇、ミケランジェロの2枚の絵についても同じような共通性が見られます。今丸で囲んだ部分を注意してください。同じ人物、同じ輪郭を持った人物と私は判断しました。そしてこの足もですね、同じ輪郭を持った同じ人物と判断しましたが、これはこの絵の中ではマイナーな問題ということになります。わかりやすく言えばですね、これら4枚の未完成の大作と言われている絵画はそれぞれ密接不可分に有機的につながっているということですが、北の絵で重要なのはこのミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵の中に描かれている右下の動物らしき絵ということになります。この白抜きの部分、一見すると猿のようにも見えますが、私はフンババであると判断しました。文献によるとフンババは巨大なモンスター、ジャイアントモンスターと表記されていますが、ここに描かれているフンババは小さいようです。でミケランジェロは今度は彫刻として同じものを表現しています。右はミケランジェロが彫刻したとされる瀕死の奴隷と題された彫刻です。その彫刻の裏側にも大変よく似た猿のような動物が彫刻されています。未完成の動物です。荒削りの動物です。つまり未完成の動物です。で、この動物は何かということですけども、正面をから撮った写真が手に入りました。その右がその写真ということになりますが、下の方に顔が表現されています。で、この顔をですね、フンババと比較してみます。下はメソポタミア、バビロニアに残るフンババの、まあ、アーティファクトということになります。同じ顔である点に注意してください。つまり、ここに表現されている猿のように見える動物はフンババであると私、林博士は判断しました。先にも言いましたが、フンババは一般にはジャイアントモンスターとして知られていますが、なぜ小さいのかということになりますが、それには理由があります。ウィキペディア・イングリッシュの方には次のように書いてあります。 In ancient Mesopotamian religion, フンババ also spelled Huawa and surnamed the Terrible was aMonstrous giant of immemorial age, raised by Utsu. この赤線の部分に注意してください。フンババは Utsu、つまりシャマーシュによって育てられた巨大な化け物であると書いてあります。子供のフンババということになりますが、その子供のフンババを育てたのは Utsu、すなわちシャマーシュであるということになります。となると右がフンババですから、中央もフンババ、そして左の白抜きになっている動物らしき物
物体はフンババということになります。そして左の埋葬の絵の中央にいるのはシャマーシュということになります。イエスイコールシャマーシュということになります。が、そのことを知っていたルネサンス時代のもう一人の画家がいました。それがアゴスチノ・ヴェネチアーノです。アゴスチノ・ヴェネチアーノはこんな絵を描き残しています。その中には1502という数字が隠し込まれていました。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。1502です。15というのはイナンナ・イシュタールの神聖数、そして02、つまり20はシャマーシュの神聖数ということになります。古代ヘブライ語においては左から右に読み、右から左に読むという習わしになっていました。つまりここに描かれている1520はイナンナ・イシュタールとシャマーシュということになります。このイナンナ・イシュタールとシャマーシュが現在のキリスト教の原型を立ち上げました。が、そのシャマーシュはどういう理由か、それははっきりしませんが、つまりは処刑になってしまったというわけです。それを表したのがミケランジェロの埋葬という絵です。あの埋葬の絵の中に描かれているキリストはどこにも傷がありません。つまり処刑された後の絵ということになるわけですけども、聖痕もなければ頭の茨の傷もありません。そして言うまでもなく、瀕死の奴隷と題されたミケランジェロの彫刻は瀕死の奴隷ではなくて瀕死のイエスということになりますが、そのイエスの体にもどこにも傷がありません。つまり処刑される前にすでにイエスは瀕死の状態であったということになります。なお現在のローマ法王たちはですね、知ってか知らずか IHS という頭文字を使って自らの法王の紋章を飾っています。 IHS です。 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と考えると、この謎は簡単に解けます。では中央の H は誰かということになりますが、 H はヘイレル、つまり旧約聖書でいうルシファー、つまり悪魔ということになります。またの名をプロメテウス、またの名をエア・エンキと言います。アヌ王の第一天使でした。が、人間を改造したという大悪を犯したため、一方では悪魔ルシファーと呼ばれ、また一方ではプロメテウスと呼ばれるようになりました。さらに言えば、現在のバチカンの紋章はイナンナ・イシュタールの8方向に伸びる金星の紋章とシャマーシュの太陽の紋章を合体させたものだということもわかります。なお今ご覧いただいている絵はですね、下がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの原画のスケッチ画ということになります。で、右下にいるのがシャマーシュ、そしてやや左寄りの中央に立っているのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。右下の人物がイエスであることは、ペーター像の中に表現されているイエスと比較してみるとそれがわかります。ともかくもここでは IHS というのはイナンナ・イシュタール、ヘイデル、そしてシャマーシュの頭文字ということになります。が、この事実はローマンカトリックにとっては誠にもって都合が悪いということになります。イエスの正体はシャマーシュということになってしまうからです。それ以上にマリアの正体はイナンナ・イシュタールということになってしまうからです。
そしてローマンカトリックの紋章はイナンナ・イシュタール左下の紋章と中央のシャマーシュの紋章、この2つを合体させたものであるということがわかります。その中に IHS という文字が書き込まれています。さまざまな解釈がなされていますが、そうした解釈には全く意味がありません。ここで少し回り道をしますが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の右下に描かれている人物がイエスであることを証明しておきます。これがピエタ像です。このピエタ像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、すなわち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前にここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側にはヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんにご覧いただいています。注意深くご覧ください。コブがありますね。ではなぜミケランジェロがこのようなコブを表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカッシナの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端の下にですね、下でですね、足の皮をベローッと履いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいます。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。照合しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。その証拠が、実は、ダヴィンチと言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央がミケランジェロが描いたと言われているカッシナの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエタ像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって描かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって描かれたということになります。これだけではまだ証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカッシナの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。ちょうど角度と言いますかね、顔の傾きも傾きと言いますか、もう同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように個人差が極めて大きい部位です。
ですから耳を照合することによって、その人物を特定することができます。で、左は一応ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は一応ダ・ヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。しかしこれらは、ミケランジェロあるいはダ・ヴィンチによって描かれたものではありません。もし書かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどのカシノの戦いの絵の右端に、右下にいたこの人物は頭に花冠をかぶっています。すなわち、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠をかぶった人物と先ほどのダ・ヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダ・ヴィンチが描いたと言われているこの人物と花冠をかぶった人物が同じ。そして、この花冠をかぶった人物の腕と、そしてミケランジェロが彫ったとされるピエタ像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、まあ、一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうしてつながりました。すなわち、これら三者は、1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。話を元に戻します。これらの作品は、未完の大作、つまり、未完成の作品と言われていますが、未完成の作品ではありません。未完成に見せかけた、実は未完成でない作品ということになります。その未完成であるということを隠れ蓑にしてですね、さらに重要な事実を隠しているということになります。で、右下の絵に特に注意してください。ここに描かれているのはフンババ、つまりシャーマー氏の愛玩ペットであったということになります。なぜこんなところにフンババが描いてあるかといえば、この中央の人物はイエスイコールシャーマー氏であることをこの絵が伝えたかったからではないでしょうか。またそのように解釈すると謎が解けるということになります。そしてそのシャマー主はイナナシタール、つまりマリアによって殺された可能性があるということになります。あるいは何らかの形でマリアがイエスの殺害に関わっていたということにもなります。それを示しているのが右下の絵、埋葬ということになります。イエスの向かって右側に立って、そのイエスを極めて冷ややかな目で見下ろしているのがマリアということになりますが、これら4枚の絵を有機的につなげて考えてみると、さらにその向こうに巨大な秘密が隠されているのがわかります。それがこの動画の結論ということになりますが、つまり1500年後のイエスはですね、レオナルドという画家を通して上の絵などがその一例ということになりますが、イエスはマルドックであることを示しています。そして同じくミケランジェロなる画家を通して下の作品2枚残しましたが、殺害されたイエスはシャマーシュであることを示しています。つまりイエス2人説ということになります。シャマーシュとマルドックということになります。その当初のシャマーシュはどういうわけか、まあ、殺されてしまうわけですね。でその後を意思を引き継いで神の座でイエスと呼ばれるようになったのがマルドックということになります。さらに分かりやすく言えば、1500年後のイエスはレオナルドを使ってマルドックというイエスを表現し、そしてミケランジェロという画家を使って処刑される前のイエス、すなわちシャマーシュを表現したということになります。
Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and It is commonly explained that the entombment is an unfinished painting of the placing the body of Jesus in the garden tomb, now generally attributed to the Italian Renaissance master Michelangelo Buonarroti and dated to around 1500 or 1501. However, this painting is surrounded by a deep mystery. In fact, nothing is, however, known about this painting, why it was abandoned unfinished on the way, and nothing has been explained about the blank monkey-like shape at the lower right corner, but what is it? It looks like an animal, and today's mystery is about this. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mystery.
A great mystery is hidden for Christianity in this blank as a painting. ミケランジェロの埋葬と題された絵画です。未完の大作と言われていますが、この絵画は深い謎に包まれています。実際のところこの絵画が何であるか誰も知りません。その絵はなぜ途中で放棄されてしまったのか、またその絵は部分的に空白なままに残されてしまったのか。右下の空白部分は何かの動物、つまり猿のようにも見えますが、それは一体何なのか誰も知りません。今日の謎解きはその空白部分についてのものです。この動画の中で私林浩司はその空白部分が何であるか、その謎解きに挑戦してみます。その空白部分には大変な謎が隠されていました。浩司林、浜松市ジャパン。もう一度最初から説明します。ミケランジェロなる画家が描いたとされる埋葬と題された絵画です。その絵画と同じポーズで描かれているのがアカデミアギャラリーに展示されているこの瀕死の奴隷と題された像です。共にポーズが大変よく似ていますが、それだけではありません。奇妙な動物のようなものが絵画の中にも、そして彫刻の中にも表現されています。右の瀕死の奴隷の後ろに彫刻されている物体はどこか猿のようにも見えますが、この両者は大変よく似ています。ここが今日のポイントになりますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。右は見た感じ猿のようにも見えます。となると左の埋葬の中に書かれているといいますか、ブランクになっている部分も猿ということになるのでしょうか。となるとどうしてこんなところに猿のような動物を表現したかということになります。で、正面から見た写真が手に入りましたので皆さんにご覧いただきます。で、これは本当に猿なのでしょうか、また猿と考えて良いのでしょうか。ということで今日の謎解きが始まりますが、この動物が何であるかという謎の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教全体をひっくり返すような巨大な謎です。それをこの動画の中で説明しますが、その流れを簡単に話しておきます。まず私林浩司はキリスト教はイナンナとシャマーシュによって立ち上げられた宗教であることを説明証明します。 IHS 右下の IHS はイナンナとシャマーシュの頭文字を取ったものです。次に IHS の H はヘイレル、つまりプロメテウス、ルシファーを意味するということを説明します。そしてミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵は、実は埋葬の絵ではなくてイエス自身が殺害されたという証明をします。その殺害にはマリアが深く絡んでいました。つまりイエスは処刑される前にすでに半死、つまり瀕死の状態であったことを証明説明します。そしてその様子を表したのがアカデミアギャラリーに展示してある瀕死の奴隷と言われている像ということになります。言い換えると瀕死の奴隷は奴隷ではなくて瀕死のイエス自身であったということになります。その結果として埋葬の絵の中に描かれるはずだった空白部分の動物、あるいはそこに描かれているものは何であったかを証明します。発表済みの動画を3本つなげておきますが、
一部内容が重複することをどうかお許しください。この小さな小さな謎解きの向こうには巨大な謎が隠されていました。ではまた後で。History.com website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint towards the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe.His main temples were located in Larusa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash, and what for? シュメールの出身の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は、紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では、宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院には、ラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでした。が、誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画の中でその日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティのヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは、
部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS についてはさまざまな解釈がありますが、私林博士は I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。2014年バチカンは公式のミサを通してイエスはあなた様の息子ですと明言しています。そしてあなた様というのはヘイレルであるというのです。注意深くお聞きください。
現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている2人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・イシュタールの紋章とシャマーシュの紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマーシュというのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・イシュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・イシュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上、光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ、サンガッド in Babylonia and Mesopotamia。
interesting that this sun symbol and halos adorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels, referred to in the New Testament epistles,attested to by other ancient sources, and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の対策と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。
ミケランジェロ・ブアノノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。でこれについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもヒゲが表現されています。短い、言うなればちょびヒゲのようなヒゲが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはヒゲをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね。が下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。まあ、色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダヴィンチなる画家が描き残していました。
これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が書き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの、まあ、人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林浩司が2012年前後に発見したものです。ダヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、波動を表しています。その証拠にこの人物の左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが、聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますとそこに
131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば異難なを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコール異難なイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくてこれから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光のってますか、影の付け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、
冒頭で言いましたように、この絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となると、この右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセントジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として、今の今も温かく人間を見守っています。Sometimes, only one shot of a photograph is to open the door to the greatest mystery. Here is one of them. In response to my request, asking if there is someone who knows more about a sculpture named the Dying Slave, sculpted by Michelangelo Buonarroti,a sculpture which is now in Academia Gallery in Florence, Italy, Noji Rinko-san replied and helped me get a very important information about the sculpture. Thank you very much for your help, Noji Rinko-san. イタリア、フロレンスにあるアカデミアギャラリーに展示してあるミケランジェロ作の彫刻
瀕死の奴隷に関する情報を視聴者の皆さんにお願いしたところ、野地凛子さんという方から情報が届きました。時にたった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵になることがありますが、その情報がイエス・キリストの巨大な謎を解く鍵になりました。野地凛子さん、ご協力どうもありがとうございました。広志林、浜松シティ、ジャパン。Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Academia Gallery. This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this belt like something being tied up behind his body, like a ribbon, or...Is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much. あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について、背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが、結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松シティ、ジャパン。以上が昨日2019年7月4日に発行した動画ですが、この動画に対して今日7月5日返事が届いていました。その返事に基づいて今日の話を進めたいと思います。これがミケランジェロ作と言われている Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、この彫刻の背中側がどうなっているか見たいということで、野地凛子さんという方から協力いただきました。右がその背中側の写真ということになります。この帯のようなものが何かということですけれども、同じくミケランジェロ作の埋葬という絵の中に同じものが表現されています。中央のイエスと判断しています人物の胸を見てください。やはり同じような帯のようなものが巻かれていますが、その前にもう一つ謎が解けました。埋葬の右手前に色が抜けているところがあります。この抜けている部分を指して未完の対策ということになっていますが、これは猿であることが分かりました。なぜこんなところに猿が表現されているか、それも謎ですが、絵画埋葬の中に白抜きで、つまり未完のまま残されているものが猿と分かっただけでも大収穫でした。話を先に進めます。胸の帯を比較してみます。中央上が、これが瀕死の奴隷を巻いている帯、そしてその下が埋葬のイエスの、胸に表現されている帯ということになります。この両者の帯は全く同じです。で、その帯が背中側に回って蛇のように見えるところから、これは蛇であると判断している人もいらっしゃるようですけども、少なくとも前から見たところでは蛇ではなくて帯ということになります。
つまりこのことからだけでも中央の人物がイエスですから、左の瀕死の奴隷もイエスと判断してほぼ間違いないと思いますが、念のためポーズを調べてみます。左右反転してみるとポーズも酷似しているのがわかります。頭の角度、力の抜けた体、そして、曲がった腰から足のポーズを注意深く比較してみてください。同じと私は判断しましたが、それだけではありません。私はかねてより処刑されたイエスはシャマーシュ、ギリシャ神話名ヘリオスであると説いています。で、そのヘリオスの顔と比較してみてもですね、左の瀕死の奴隷と言われている人物の顔とギリシャ彫刻のヘリオスの顔が大変よく似ているのがわかりますが、こんなことはですね、ミケランジェロ自身も知る由もなかったはずです。というのも、それを発見したのは私、林博、しかも2012年以後ということになります。もっとも、この2つの像はよく似ているという範囲にとどめておいた方が良いのかもしれませんが、そこで謎が終わるわけではありませんでした。この瀕死の奴隷の背中を注意深くご覧ください。首の下です。何やらもこもことしているのがわかります。これは何かということですけども、これでまた別の謎が解けました。埋葬は未完の、つまり未完成の作品と言われていますが、もう一枚ミケランジェロは未完成の作品なるものを残しています。それが左下の絵画ということになります。左下の絵画は大変不気味な絵ということになります。この若い女性の背中を見てください。鱗のようなものがボコボコと表現されています。つまりこの鱗のようなものと同じものが瀕死の奴隷の背中にも表現されているということになります。こうして一枚の写真をもとに謎の点と点が線でつながれていきます。で、結論ということになります。ここに表現されている彫刻、瀕死の奴隷、つまりダイイングスレイブは瀕死の奴隷ではなくてイエス・キリスト自身を表現したものであるということがこれでわかります。つまりここに表現されているのは処刑されたシャマーシュ、つまりギリシャ神話名ヘリオスということになります。シャマーシュとイナンナ・シュタールが組んでキリスト教を立ち上げますが、どういう手違いからかシャマーシュは殺害されてしまいます。なぜ殺害されたのか、誰によって殺害されたのか、続く動画をどうかご覧になってください。そこには空恐ろしい物語が隠されていました。 Bye for now.
長い前置きになりましたが、結論ということになります。キリスト教はイナンナ・イシュタールとシャマーシュによって当初立ち上げられましたが、そのシャマーシュは十字架にかけられ処刑されてしまいますが、それ以前にシャマーシュはすでに瀕死の状態であったということです。そしてその状態になる事件についてはですね、マリアが深く絡んでいたということです。その瀕死のイエスの様子を表現したのが瀕死の奴隷と言われている彫刻ということになります。つまり瀕死のイエスの背後に描かれている動物はシャマーシュと深く関係のある動物ということになります。ではそのシャマーシュと深く関係のある動物は何かということになります。つまり埋葬および瀕死のイエスの背後に表現されている動物は何かということになりますが、これは猿ではありません。もう一度形を皆さん確認しておいてください。これが今日のこの動画の結論ということになります。繰り返しますが、右下の向こうを向いている動物は猿なのでしょうか、あるいはそうではないのでしょうか。私林修士はこれは猿ではないと判断しました。というのもシャマーシュには自分が育てていた動物がいました。モンスターがいました。それがフンババという名前の動物です。 Wikipedia English writes about フンババ as follows. In ancient Mesopotamian religion, フンババ also spelled フワワ and surnames Telebu was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu, the sun. Humbaba was the guardian of the cedar forest where the gods lived by the will of the god Enlilu, who assigned Humbaba as a terror to human beings. Humbaba について Wikipedia は次のように書いています。Utsu, 別名シャマーシュによって育てられた怪物ということになります。フワワとも表記されています。人間を恐れさせる怪物としてエンリルの意思により杉の林の守り神として定められました。ここに出てくるのがフンババということになります。シャマーシュの動物ということになります。そのフンババが瀕死の奴隷と言われている彫刻の裏側、そして埋葬の右下に描かれているいたということになります。言い換えるとミケランジェロなる画家は芸術家はフンババのことを知っていたということになりますが、同時にイエスがシャマーシュであったことを知っていたということになりますが、それはありえません。というのもイエスが処刑されたイエスがシャマーシュであると発見したのは私林博士で2012年以後のことです。で最後は皆さん自身の目で確認していただくしかありません。右の瀕死の奴隷、つまり瀕死のイエスの背後に表現されているのが猿なのか、それともフンババなのかということです。顔を見比べてみてください。右の動物のような物体は猿なのでしょうか、それともフンババなのでしょうか。もし皆さんがここでフンババであると判断なさるならば、言い換えると林博士のシャマーシュ処刑されたイエス説がこれで完璧に裏付けられることになります。そのことをミケランジェロは知っていたということになりますが、知るはずもありません。ということはこれらの絵画そして彫刻を彫ったのはその上の1500年後のイエスということになります。
Kesari Lee Kam website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint towards the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe. His main temples were located in Larusa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash and what for? シュメールの主神の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院にはラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでした。が、誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画の中で、その日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左が
イナンナ・イシュタール、右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS についてはさまざまな解釈がありますが、私林博士は I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。バチカンは2014年公式のミサを通して、イエスはあなた様の息子であると明言しています。ここで言うあなた様というのはヘイレル、つまりバチカンが考えているルシファーイコール大サタンのことを言います。それでカトリック信者の間で大騒動が起きたというわけです。Sirius, qui est Jesus in feris, humano Jesus.
現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている2人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・シュタールの紋章とシャマーシュの紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマーシュというのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・シュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・シュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上、光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ sun god in Babylonia and Mesopotamia. Interesting that this sun symbol and halosadorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。それはさておき、イエスが殺された様子を表した絵画がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。アンギャリの戦いの絵と先に紹介しましたミケランジェロの
カシナの戦いの絵は同時にコミッションされ、そして壁画として描かれる予定でした。この絵を通して1500年後のイエスはダヴィンチなる画家を通してイエスは殺されたということを表現しています。これも隠し絵の手法ということになりますが、馬に踏みつけられ頭から血を流しているのがイエスということになります。血イコール降臨をかたどっています。そして向かって右側、この人物の左手の甲には聖痕が描かれています。すなわちここに描かれているこの人物、今まさに息絶えようとしているこの人物はイエス自身ということになります。つまりイエスは殺されました。がここまでですと、このイエスが誰であるかまだ分かりませんが、そのヒントを1500年後のイエスはダヴィンチとミケランジェロを通して私たちに残してくれました。ここからが今日の動画の重要なポイントということになります。もう一度ミケランジェロが描き残したと言われているカッシナの戦いの絵を見てください。この中には775027という数字が隠し込まれていました。ミケランジェロがこの絵をコミッションされた時、まだダヴィンチは生きていました。そのカッシナの戦いの絵の中から7502という数字を抜き出して、レオナルド・ダヴィンチは自分の死亡日をあらかじめ決めていたということになります。ダヴィンチは67歳の5番目の月5月2日に亡くなったということになっています。そしてさらに775027をですね、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号を使って解読するとキリストは聖書のカインとなります。もう一度繰り返します。775027をユダヤのゲマトリアを使って暗号を解読するとキリストは聖書でいうところのカインとなります。がそれだけではありませんでした。775027の真ん中の5と2を足すと7になります。そして77と続きます。つまりキリストということになります。つまり一つの一連の数字をいろいろに分解複合させていろいろな意味を持たせる、まさしく人間技でないということになりますが、もう一つこの数字には重要な意味が隠されていました。もう一度この数字を見てください。775027の中から7502を抜き出してダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。そして6752をバラバラにして合計すると20になります。20です。つまり20というのはシャマー種の神聖数ということになります。もう一度シャマー種の神聖数を確認してください。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家を通してダ・ヴィンチの死亡と絡み合わせてシャマー種が死んだということをこのような形で表現しました。繰り返しますが、これはもう人間技ではありません。となると誰がシャマー種を殺したかということになります。神です。簡単に殺される神ではありません。その前に一つ皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。今ご覧いただいているのがアンドレア・デル・ベロッキョとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされるイエスの洗礼の絵、そして右がミケランジェロ・ボナノティの描いたとされる埋葬の絵です。
ここで注意していただきたいことは、左のイエスの洗礼の中に描かれているイエスと右の埋葬の中に描かれているイエスが同一人物であるという点です。注意深く比較してください。ここまでの結論は、当初シャマー氏とイナンナ・イシュタールが組んでキリスト教を立ち上げましたが、そのシャマー氏、つまりイエスは処刑され殺されてしまいました。となるとイエスを殺したのは誰かということになります。今度はその謎を解く鍵を1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して私たちに残してくれました。つまりイエスの死の背後にはマリアの影があったということです。考えるだけでも恐ろしいことですけども、それが続く動画です。どうかご覧になってください。フィリップ・マッコート・オブNational Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy, but appear to be virtually blank.But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo? London.ナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートはミケランジェロが描いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのは、それが未完成の作品であることである。第一に驚くのは、未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。それはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで奇妙なのか、その前にこれは本当にミケランジェロ自身の作品なのか、などなどと。広志林浜松 City Japan。 この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの
埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら、頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。で、この両者を比べてみると全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネチアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはベネチアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この赤枠をつけた人物はイナンナということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。イナンナに注意してください。Thank you.
話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナです。どうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、まあ、つまり右からですね、イナンナ、イナンナとなると一番左の人物もイナンナとなるわけですが、なぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中にその謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna,And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video.1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します。聖母マリアはイナンナのことであると、その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広し林浜松シティジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナ、イシターということになります。マリアイコールイナンナ、
つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となると、ミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子である
イエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林市浜松シティジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林浩司は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシステナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ
手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンギャリの戦いの絵です。で、そのアンギャリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの、まあ、人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林博士が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、ハローを表しています。その証拠にこの人物の、左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが、聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ている
祈りな、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますと、そこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば、イナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくて、これから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけれども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。
つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたようにこの絵は未完成の部分があるため一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となるとこの右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダ・ヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として今の今も温かく人間を見守っています。Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow. For as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders.